どうもコマです。キングダムズリボーン実況やっていきたいと思います。はい、4年目の冬を迎えています。前回ですね、いろいろまた拡張をしまして、ここのね、風車を作ったり、ろうそくの材料となる養蜂場だね、はい、ビーキーパー、これを前回最後に作る指示をしたので、今頑張ってえいやーっと木を切ってますね。はい、ここに作ってくれたら蜜蝋かなを作ってくれます。で、あとはですね、この山のそばに、これが炭鉱、違うや、これは採石場がこっちかな、炭鉱ですね。はい、石炭を掘ってくれるとこと、あとは反対側こちらの方には鉄鉱山を設置しましたと。これで鉄を、作れるようになりましたので、それを使ってなんだっけ、ツールだったっけな、今もしかして1個もないツールって、あ、1個もねえんだな、マジか。そして1個もないつながりで薬もないんですよね。薬がないの、全く。このままだと病気でどんどん人が死んでいってしまうのではないでしょうか。薬の技術を私まだ獲得してなかったんで、今必死こいて研究はしてるんですけれども、とりあえず当座の間に合わせとして、ここのですね、港で今薬を輸入しようとしてます。あと20秒で到着するんでね、はい、それでしばらく耐え忍んでいきたいな。あと前回、そうだね、新しくアンロックされた機能を使って隣の国を征服しました。はい、スターク1、ここうちの土地です。これで、ほら、君主コーマゲーム、はい、これで一定期間ごとにね、諸話題が上がってきますよ。さあ、ということでですね、今回もやっていきたいんですけれども、ちょっとね、今回で一旦実況をおしまいにしようかなと思ってて、うん、っていうのもね、このゲームって今アーリーアクセスなんですけれども、まあ実況してる間にもね、どんどん新しい機能が、追加されたんですね。ただセーブデータの互換性がないらしくて、私が今プレイしているこの実況のセーブデータだと新しいバージョンをプレイできないんですよ。なので、まあ一からね、新しく始めてもいいんですけれども、まあちょっとね、いい区切りなんで、一旦他のゲームをね、やりたいのいっぱいまだあるんで、もういっぱいあるの、ほんとね、そっちをやって、またまあね、ちょっと、ああ、やりたくなってきたな、ってなった時に、改めて、やりたいなと思います。ほんとこのゲーム曲がいいんだよ。めちゃめちゃいいんだ。はい。ということで、じゃあ、ラスト、キングダム、やっていきましょう。で、今回、まず最初やっていきたいのはですね、まあ、ここでせっかく、鉄鉱山を作ったので、それをまず、鉄のインゴット、延べ棒にする施設を作りたいですね。で、そうか、買わなきゃいけないのか。あ、一発出てた、嬉しい。アイアンシュメルター、これですね。うん、アイアンバーをこれで作れますからね。これ買っときましょう。他にもね、仕立て屋さんとかあるんだよね。テイダー、これで服を作れるやつですね。まあお金もなかなかないので、一旦これで、はい、アイアンシュメルターは、じゃあこれ近い方がいいよな、多分な。うーん、多分、しかもこれ公害が出ると思うんで、あ、意外と出ないね。公害なしか、これ。優しい。環境に優しい。まあ、ちょっと、鉄鉱山のすぐそばに置いときましょうか。よっ。で、あと、これか。ファニチャーワークショップ。家具工場かね。これも作りますか。家具があると、家のレベルが上がりやすいらしいんだよね。で、家のレベルが上がると、はい、こんな感じで、いろいろ、新しい機能がね、アンロックされていくんですよね。住宅のそばに置いちゃいけねえって言われたな。うるさいのかな？ノコギリを引く音がうるさいとかそういう感じ？採石場とかそのあたりに、バシンと。よっ。お、冬が終わりました。オートセーブが走りましたね。あ、そして研究も終わりました。やった。これで薬か。薬が、メディシンハーブシードか。うん。ハーブの種を畑に撒けるようになりましたね。じゃあ、畑を早速作りたいなぁ。あ、待って、ストレージトゥーファーって出てるけど。これ、養蜂場か。あー、なるほど。養蜂場のすぐそばに倉庫を作ってあげないといけない。フォレスターのそばに。よ。あっという間にやっぱり木がなくなるんだよね。ほんと一瞬だわ。で、畑も作りたい。畑作りたいなぁ。まあ、全体、今こんな感じですね。こうなってて、もともと最初にスタートしたところはこの辺りかね。うん、ここにタウンホールがありますね。
はい。まあ、長老が住む家みたいな感じなんでしょう。そこから住宅ポコポコを作って、だんだん上の方にね、今、拡張をしてきた感じだね。畑は真ん中ぐらいがいいかな。ここら辺に作りましょうか。あ、ダメだ。向いてないって。やっぱ川沿いなんだな。川沿いが向いてるんだ。こんぐらいかな？よっ。はい。で、道も繋いであげないといけないでしょうね。こんな感じかな。はい。あ、待って。このマークもしかしてこれ、病気なのでは？シック！病気だよ。マジか。健康下がってるで、42になってる。あれ、薬ってどうなったんだっけ？あ、輸入は終わってるから、あっという間に使い切ったんだ。マジですか。ちょっともう一回トレードしよう。やばいって。マジで。あれ？っていうかよく見たら、フードも全然なくない？あれ？いつの間にこんなことになってんだっけ？え、ちょっと待って。怖い。なんでこうなった？あ、そっか。木がないとマッシュルームが作れないのか。マッシュルームを、菌を植え付ける木がない。やばい。木がないと家が建てれないだけじゃないな。死ぬわ。え、もうガンガン切ろう。ガンガン切ろう。ちょっとさ、もうみんな全力で切ってこう。ここら辺もう切っちゃっていいんじゃない？これ。スピードブーストで、釣り小屋をブーストしよう。フルーツギャザラーもかな。アップグレードして、ちょっと効率を上げた上で、さらにブーストしよう。お、なんだ？3人の移民がアップサラから、あ、また来たいって。いいよいいよ、引っ越しておいでよ。食料全くないけど、食料と薬が全くないけれども、それはダマでね。うん。もうすごいニコニコしながら受け入れよう。よーし。やったー。小麦粉は確かあるよな。ほら、248もある。パン屋さん、確か作ったよね。ベーカリーは？あ！炭使うぞ、これ。マジか。炭ないっすね。いやー、なかなかですね。さっき指定した畑はまだ出来上がってないな。木はもう全部確保できたんで、あとは組み立てるだけか。メディシンハーブだね。はい。ハーブの種をまいてくれ。やばいから。やばい、めちゃめちゃ病気増えてる。やばい。やばい。いかん、これ大量死するぞ、マジで。みんな3密を避けろ。やばいぞ。あ、来た来た。今薬来たね。40個来た。よしよし、みんな。使え使え使え。ガブ飲みしろ、ガブ飲み。あー、そして食料も全然ない。まずい。まずい。もう一回ちょっと輸入しよう。メディシンを50個。で、食料も行きたいところだね。ビーフ行く、ビーフ。100個ぐらい行っちゃう。お金すげえ減るけど。もう背に腹は変えられないでしょ。あはーゲラルドが病気で死んだ。マジか。あ、フードもなくなる。ちょっと待って、やばい。どうしてこんなことに。あー、飢えてる飢えてる。やばい。病気と飢餓が蔓延する街になってしまった。あっという間だったな。なんでこんなことに。あ、食べ物全くなくなった。これはやばい。豚をやっちまえ。一旦ちょっと半分だな。半分。半分いっちゃってください。ごめんな、豚さん。あー。あー。飢餓で死んだ。マジかー。食料危機ですっかり忘れてましたけれども、アイアンシュメルターで、アイアンバーは作ってるね。作ってるね。30本あります。じゃあ今度これを使って、おお、なんだ？クエストコンプリート。あ、壺を500個作ったって。作ったね。リワードカード、報酬でマスターポッターってなんか、もらったけど、ごめんこれ。あー、これもグローバルスロットか。壺を作るところの効率が上がるんだ。いらねえなー。これもう売っちゃっていいんじゃない？ 200 で売れるから売っちゃおう。はーい。うん。なので、アイアンバーができたので、次は、ツールを作りたいところですね。ツール作るところはないですね。よ。あ、これだ。ブラックスミスですね。お高い。420か。これがあると、フォージツールっていうのが作れると。施設のアップグレードとか、あとは輸出も結構いいお値段で売れたりするんじゃないですかね。おー、これ作る自体、アイアンバーが50個必要だと。
ちょっと待とう。食料増えてきた。270。よかった。いやーもうどうなるかと思ったよ。やっぱ木の残量重要だな。あっという間に食料底ついたもんな。やっぱりマッシュルーム偏重国家だから、うち。マッシュルームがないと立ち行かないからね。メディシンハーブがいっぱいできました。これか。メディシンハーブ。はいはいはい。ヒールシックネス、病気治すって、嬉しい。ちょっと、領土を下に広げましょうか。ねえ。あ、ここにコンテナあるじゃん。これ欲しいな。はい。じゃあ、影響力ポイントを使って、今一番潤沢なのは影響力なんでね。よし。で、ここのコンテナも欲しいから、一気に行っちゃいますよ。よっ。よっしゃ。コンテナ。さあ、何がいいかな。お、宝石が10個。壺80個、木が100個。宝石か。宝石ちょっと見てみたいな。手に入れたことはないです。ドン。これも多分贅沢品だよな。ジュエリー。ラグジュアリーティア3だって。さあ、そしてまた、木が増えました。いつでもこっから切っていきますね。ブラックスミスでツールを作りたいなというお話なので。お、なんだ。あ、研究完了した。ここにブラックスミスを、ドン。はい、研究完了した。エスピオネージュってこれなんだっけ？あー、他のプレイヤーから金盗めるやつか。いいんじゃね？金盗もう。もらい物はもらっとこうよ。はいよ。あ、やった！ 100 人到達！おー、嬉しい！これ嬉しいな。ご褒美もらいます。維持費が 50% オフになる。1個の建物だけだな。近郊からの生産性が上がる。ビールタックス。ビールがあると酒税か。あー、金貨5もらえると。グローバルスロットも今すごいね。埋まってるからね。どれかと交換する？デザートピルグリム。これと変えるか。じゃあ、ビールタックスにしましょう。よーし。よっ。よーし。酒税です。酒税を導入しました。酔いたければ金を払え。あー、なんとかまた安定してきたな。怖え。お金もだいぶ増えてきたからね。あー、恐ろしかった。いかん。もう、晩秋だ。炭が全然足りないな。まずいな。ちょっと待って。炭鉱アップグレードしていこう。もう一個炭鉱作った方がいいかな。ここら辺とかいいんじゃない？これ、多分炭だよね、これね。コールマイン、コールマイン、コールマイン。出てこい、コールマイン。あー。もうね、だいぶカードの種類も増えたからね。コールマイン。あ、たたたた、コールマイン。行きましょう。コールマインと、キャンドルメーカーも買っとく？ここに作るか。よし。このアーチャーバラックスも建ててみる。これは木を消費して影響力を増やすと。木は大事だからあまり減らしたくないけれども、この建物を見てみたいっていう気持ちもあるので、やっていきましょう。はい。あと、キャンドルメーカーも作る？うわー、木150。はい。キャンドルメーカー。やった。100金貨くれた。すまないね、いつも。さあ、ここが、ブラックスミスですね。おー。レンガを使って、フォージだから、これは、ロかね。ロを、パワーアップできるって。よし。これも、キー使うのか。もう、なんでも、キー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 、もう、キーまた食料が減ってきた。これなんだろう、冬になるとマッシュルームも育たなくなるっていうことなのかな。だってみるみる減っててもね、やばいよ。ちょっと待って、これトレードした方がいいな、これ。ちょっとやばいわ。合計200買っとこう。お金は大丈夫。これがアーチャーバラックか。あー、弓兵か。弓兵がここでこう弓を周りに撃つのかな。あ、木を10使って影響力100生み出すんだ。切ってる？あー、もうほぼ切り終わったな。じゃ、こっちも切るか。この辺りも。このゲームあれだな。木を切るゲームだな。開拓して、木を切って、開拓して、木を切る。そういうゲームです。いかん！まだ食料がなくなる。なんででしたっけ？あれ？この波がよくわからない。すげえ波があるんだけど。ああ、そっか。あと、冬だと、オレンジも手に入らないのか。魚もいないのかな。魚も、春になってやっと出てきたよ。
冬やべえな。相当貯めておかないと。あれ、また薬なくなった。畑が機能しないからメディシンハーブは供給できなくなるからか。資源管理をちゃんとしないといろいろ枯渇するな。もうなんか全てが足りない。おお、なになに。あ、研究完了して新しい時代に進んだ。おお、やった。効率アップか、消費するリソースが減るか、維持費が50減るか。あー、リソース減るのも嬉しいっちゃ嬉しいなー。 40% これにしましょうか。トレーディングカンパニー、会社が来ましたね。貿易会社、マーケット、市場か。シルクロード、あー、砂漠に作った貿易系の施設の手数料が下がると。メディシンマーケット、あ、これいいじゃん。ハーブから薬を作るんだ。シープランチだって、牧羊だね、羊を育てる。シャローウォーターエンバーク、これなんすかこれ。ごめん、よくわからん。ちょっとあの、後から訳すわ。マーケット作ってみる。ちょっとどういう意味なのかよくわからない。ウィズインラディウス、あー、半径、その円の中に入っている家にフードとかを供給しますと。お、なんかこれすごそうだな。マーケット研究しよう。また病気だらけだ。なかなかバランスがシビア、シビアまだいかないけれども、気を抜くとちょっとやられちゃうバランスですね。これ何これ。あ、壺か。でかっ、壺でかっめちゃめちゃでかい。これは何これ。あ、粘土かな。粘土っぽいね。病気で死亡。薬ないの辛いな。今ここで仕入れてるんですけどね、時間かかるね。ブーストしよう、ブースト。あー、みんな死んでいく。お、なんだこれ。アグリカルチャーワイルドカード、農業か。農業のワイルドカード、農業系のカード何でも1個立てれますよってことか。へー、これは産業系か。あ、面白いね。あ、両方買おうか。安いもんね、農業産業10ずつだもん。安いわ。はい、じゃアグリカルチャー扱ってみます。農業、おお、あ、なんだ、こっからまた払うのかよ。なんだよそんなうまい話はないってね。釣り小屋、釣り小屋作ろう。もう釣りしよう、釣り。みんなもうこんな悲しい薬がないことなんて忘れて釣りをしようよ。はい。あ、すごい、完全なワイルドカードだ。これ欲しいな。おお、すごい、今引けるカードの一覧が出てきたぞ。あ、でも建物系だけだね。どうしようかな。まあ遠くにって感じなんだけどね。まあいいか。はい、じゃあこの辺りにしましょうか。人口もね、112人まで増えました。まあでもね、このゲーム世界がほんと広いからね。広すぎでしょこんなあるんよ。これはすげえな。まあこのゲームはね、ほんとあのマルチプレイができるゲームだからね。マルチプレイでね、他のプレイヤーと協力したり、まああとはね、カードで国民を奪い合ったりしながらやるのが楽しいんだろうなと思いますね。なかなかないもんね、こういう開発系のシミュレーションゲームでマルチプレイヤーってね。まあまだね、アーリーアクセスなんで、今後まだまだ機能がね、拡張されていくかと思うので、はい、また機を見てやっていきたいと思います。あとやっぱりな、自由視点モードが欲しいな。ね、市民の視点から見てみたいよね。味があってすごくいいんだけどな、これな。じっくり見たいよね。はい、というわけで、キングダムズリボーン実況、これでおしまいにしたいと思います。良ければチャンネル登録、また動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。